こんにちは、自称観光アドバイザーのジジです。今回は滋賀県長浜市にある黒壁スクエアを中心としたレトロな街並みの散策と、僕が実際に行ったおすすめするグルメの6選をお伝えしたと思います。まず最初にご紹介するのは小鉄さんのラーメンです。こちらのお店はとある雑誌の鶏白湯部門で2度グランプリ受賞されてるほどの名店で、さらに長浜市の食べログの評価で1位になるほどなんですね。店内は全てカウンターで食券を買ってって感じになります。看板メニューは濃厚鴨そばなんですけども、こってり系のスープになっています。僕実はこってり系苦手なんですけども、実際注文して出てくるまで全然知らなくて、うわ最悪やと思ったぐらいなんですよね。実際にまずスープから飲んでみたんですけども、びっくりするぐらい美味しくて、確かに濃厚こってりなスープなんですけど、どこかさっぱりと言いますか、しつこくないぐらい飲みやすくて、こってり苦手な僕でも飲みやすかったです。さらに麺であるそばはめちゃくちゃコシがあって、噛めば噛むほど美味しいって感じるほど食べ応えがあって、さらにチャーシューもめっちゃ柔らかくて味が乗っているんで、もうこれはね、完成されたラーメンやなと思いました。個人的には長浜市で一番おすすめしたいお店になります。続いては小鉄さんと同じ通りにある鳥北さんです。ここは1931年に創業された歴史と誇る名店です。ゴールデンウィークや連休には大行列できるほどの人気で、店内は至ってシンプルな食堂のような作りになっているので、おしゃれではないんですけども、ここまで続かれてるのは本当に美味しいからなんやと思います。鳥北さんの目玉は親子丼で、値段も580円とリーズナブルで、ご飯を包む半熟卵の上にまた生卵を乗せるという規格外な見た目で、めちゃくちゃ柔らかい鶏と、なんといってもこの親子丼は出汁がめっちゃくちゃ美味しくてパクパクいけますよ。ボリューム的にはそんなにありませんが、優しい味で女性にはちょうどいい量やと思うんで、ぜひ立ち寄ってみてください。噛みました。3軒目におすすめは黒壁スクエアのど真ん中にある定番カフェ、黒壁さんですね。ここは隣に黒壁ガラス館があって、観光の玄関口になっているんですけども、白いテラスが目印になっていますね。ここではランチやテラス席でカフェもできますし、テイクアウトもやっています。看板メニューなのが竹炭を使った黒いソフトクリームなんですけど、味は完全にチョコレートの味になります。他にも個人的に好きなのは黒壁ロールで、見た目が黒いロールケーキにフルーツが乗せられているんですけども、見た目以上に普通に美味しかったですよ。ランチは食べたことないためお答えできませんが、黒いカレーなどもあり、値段も安く気軽に入れ、ワンちゃんもテラス席は可能なため、ふらーっと入れるのはもってこいじゃないでしょうか。続いては黒壁さんからすぐ近くにある、外観的には古民家のようなお店、自然堂さんですね。ここは農家の方が経営されていて、その作られたフルーツを直売してるんで、新鮮なフルーツを提供しているそうです。特にイチゴに力を入れているそうで、お店自慢のイチゴパフェやテイクアウトにもってこいのフルーツシェイク、フルーツサンドと一つ一つの品は豊富なんですよね。店内でも食べれるんですけども、10席ほどしかないんで、食べ歩きなどがメインになると思います。さらにイチゴ以外にもその旬の季節に沿って作られているんで、訪れた時期によって様々なフルーツを食べれるのはいいですね。値段もパフェで平均600円とリーズナブルで、シェイクも600円前後、パンケーキなどは1000円前後となっていました。最もおすすめであるパフェは旬なフルーツを使っているんで、レトロな街並みの黒壁スクエアで街ブラしながら味わってみてはいかがでしょうか。カフェ部門で最後におすすめするのが和菓子の名店、カノンジュアンさんです。ここは和菓子をもとに洋菓子も食べられ、レストランとお土産の売店を楽しめるお店です。店内はめちゃくちゃ落ち着く空間になっていて、和の雰囲気を前面に出したレトロな作りになっています。この店の名物、近江の祭り林と呼ばれるいちごケーキは、練乳クリームの少し甘さが強いですけども、めちゃくちゃ美味しくて、個人的にブラックコーヒーに合う味だと思っています。甘党の方とかでしたら満足できると思いますよ。他にも和菓子はさすがだなって思えるほど、噛めば噛むほど味わいが深く、美味しいと感じるものが多くて、値段はそこそこしますが、お土産も売ってるんで、気に入った方はぜひお持ち帰りしてみてください。あと限定系で、近江牛を使ったすき焼きも食べれるそうなんで、お金なんて気にしないからと思われる方は、豪華なランチも取ってみても良いかもしれませんね。ちなみに
お土産のところで僕は滋賀県出身の TM レボリューさんの、西川さんが加納寿庵さんとコラボした西川餅を食べたんですけども、よもぎの風味がねすごい出ててめっちゃ美味しかったです。なのでこれもね結構お土産にはおすすめにしたいと思います。最後のおすすめのお店を行く前にレトロな街並みを少しぶらりしてみましょう。最後に個人的におすすめしたいんが、ビール好きならぜひ寄ってほしい自家製ビールを作られている長浜ロマンビールさんです。ここは黒壁スクエアの観光の中心地から少し外れるんですけども、ここで作られている様々なビールを堪能できるんですね。僕が行った時はレストランが混んでいたたんで3本違う瓶ビールを持って帰ったんですけども、長浜エールはフルーティーな味わいでさっぱりしたビールでした。どちらかというと甘めの強いシャンディガフのような感じやったんで、苦味が苦手な方は飲みやすいと思います。このいちごのビールはさらに甘くて同じくフルーティーな味わいなんですけども、さらにいちごが混ざってるんで純粋なビールとはまた違うかもしれません。パパパパン。最後にこちらのイブキャンパイツワンのビールは僕が絶賛したビールで、フルーティーながらも苦味があり飲みやすくグビグビいけるほどめっちゃくちゃ美味しかったです。このビールがスーパーとかにあったら絶対買うほどビール好きにはおすすめになります。以上が僕がおすすめしたい長浜の名店6選になります。長浜めちゃくちゃね観光地としてもいいですし、竹生島だけじゃなくってもう名店めちゃくちゃ多いんで、もう僕はね滋賀県行くんやったらぜひね長浜に来てほしいと思うぐらい、そのぐらいおすすめしたいと思います。以上 G でした。ありがとうございます。